画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。パンクロッカー少女みたいな格好をしていますけども、私です。いや、でもパンク好きだったね、昔は音楽。で、パンク、それに、ミクスチャーとかね、ハードコア、そっからね、エモ、スクリームとかね、でメタルコアとかね、メタルとか、そういった音楽が好きですね。まあ、その辺からね、また友達とかの影響で EDM とか聞くようになって、まあ、その辺をね、中心に聴いてましたね。まあ、学生の頃はね、結構ビジュアル系バンドにハマってたっていうのもありますけど、意外かもしれませんけどね。うん、そうなんですよ。懐かしい。まあ、そんなわけで、ずっとね、俺、生存者プレイでやってんだけども、レザーフェイスに会いたくってずっとやってんのになかなか出会えないんですよ。で、今回、デイリーで、肉服壊すっていうのもね、あるんで、まあ、この試合で1個くらい壊せたらな、まあまあ、起きてる。誰うわー来たレザーフェイス。しかも、あの、ちょんちょんバシリめっちゃ可愛いよね。コメントで言われてましたよね。なんか、ベルカさん、あの走り方に何にも突っ込んでなかったよねっていう。いや、ほんと、めっちゃ突っ込みたいんだけど、忘れてた。もうレザーフェイスの説明することで忘れてたよね。やったな、これ。生き残りたいな。あのちょんちょんバジーのね、かわいい小太りのね、レザーフェイス。おお、ここにいたんかい。一緒にやろうじゃないか、ここ。でもほんとかわいいんですよ。あのトコ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 って、ね、持ちながら、あのチェーンソーをね、持ちながら振り回すっていう、最高です。じゃあ肉フック前にこれやっちゃいましょうか。うん、肉フックチャレンジはね、1分どっかでやれればいいかなっていう感じなので、1回の試合で3本も4本もやってるとね、ちょっときついんだよね。すぐ復活するしね、肉服はね。いろいろね、アップデートで仕様が変わりましたっていうのもね、肉フックここにあるのか。まだ引きつける。ああ、今のポーンって落としたでしょ。あれ、私のアイテムが、ほら、あ、大切な私の思い出が詰まったツール、あぶね。思い出が詰まったツールボックスを落としてしまった。なんかね、悲しげな効果音するんですよ。ポーンっていう。なんだか、私の大切な何かを落としてしまったような、そんな気すらする効果音である。よし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 。見つかってるのか、これ見つかってるのか、見つかってるな、見つかってるな。どう見せかけてこっち。うおっ、デッドハード。しかも今回傷つ、危ねえな。傷ついてる時に加速して無敵になれるというデッドハードの方をつけております。まあ、クールダウン必要なんだけども、加速系としてはね、最近よく使ってますね。自分の任意のタイミングで加速できるっていうのはかなり大きいなと。ただ他のね、スプバみたいな感じではね、いけない。よいしょ。あんまり無茶すると、次もうデッドハードないからね。死に向かって直行するから、本気で。あ、ここいいじゃん。そして、お、来てる来てる、乗り越えてきた。この辺にいたあったよね。あったあったあった。オッケー。使っていく。近い。あぶねえ。板でも壊しておきなさい。やべえ、ちょんちょん走りを見たいけど見れねえ。怖すぎて見れねえ。なんちゅう狂気や。あぶねえ。ああ。いやー、肝冷やすぜ。いや、実際、映画のレザーフェイスもめちゃめちゃ肝冷やしますからね。冷やしましましゅ。ましましゅってなっちゃったら、ちょっと待って。ここ2個。2個あるから。お、諦めたな。ああ、怖かった。そんなこんなしてた。デッドハードのクール時間終わって。あ、ここら辺で。あ、地下かな？地下でアイテムいじってる、これ。どこどこ。この辺？あ、いたいた。千獣信子。
いやもう大運動会開いてきてたレザーフェイスと。いやもう光栄ですよ、私の大好きなレザーフェイスなんで。やっぱ来てる来てる。で、診察人機出るたんびにね、強すぎるんじゃないかって結構言われるんだけど、まあ、今回有料 DLC だし、お金払って買ったのに弱いっていう事態になったらそれこそ悲劇なんで、まあ、強くていいんじゃないかと思う。うわー、無理だよ。ああ、これ。この辺なんもう終わってるもんな。板を探さんといかんぞ、これ。あ、いいじゃん。これいいじゃん。あ、来てないぞ。あの、パンクロッカー少女、厄介だなって思われてるかもしれない。いいぞ。いい印象を植え付けている。あ、怖っ。いや、デッドハードっていうパークね、最初私使い物にならんのじゃないかと思ったのね。言ったらね、1秒もないんですよ、無敵時間って。ほんと、一瞬加速して一瞬無敵になるっていう。でもね、それがね、かなり大きい。任意の場所で、加速できるのはかなり大きいですね。うん、特にナース相手とかにね、結構有効的です。ナースって結局ブリンクして飛んできて切るっていうのをやらないといけないんで、そのブリンクして切るのをデッドハードで避けれた日にはね、結構差をつけられる。距離的にね。うん。じゃあ他のね、スプバーってのはどうなのかって言ったら、いくら速く走っても、その、加速が終わるからね。うん。始まって終わるところが見えるから、そこの着地点が見えるからね。減速地点っていうのかな、ナースから見たら、ね、そこに向かってワープされるとね、いやもう体力がゼーハーなってるところにバーン来るみたいなね。ただデッドハードの場合、こいついつ加速するのか分かんねえ、とりあえずブリンクしてみようみたいな。でビューン飛ぶとね、パーッてなるんね、ハッピーセット、頭がハッピーセットみたいな感じでバーン行くんですよ、このデッドハードでさ、ヒャッハーってなるんですよね。それが楽しい。怖いな。いや、また動画別で上がるとは思うんだけども、ストライクとデッドハードの組み合わせがかなり私はねいいと思ってる。なのですごく使ってます、最近。 OK、 ナイスだ。開くかな、ん、開けてんの、開けてるか。じゃあ助け行きましょうか。いや、私の大切な何かのツールボックスが、なんか私のさ、家族写真とかが入ったツールボックスだったんだけど、どこに落としたのあれ。結構いろいろ入ってたんだけど、なんか思い出の品とかさ、小学校の頃に撮った、もらった賞状とかそういうの、なんかいろいろ入ってたんだけどさ。困っちゃうなぁ。まあでも大丈夫。このライト、父親の形見てもあるね。父親が、あ、こっちか。父親がね、よく。朝抜けてね、朝早く、魚釣りに行くときにね、使っていた、ライトですけどもね。いや、うちのじいちゃんがよく使ってたんですよ。頭にライトあるやつあるでしょ。あれでつけて水の中に入って魚を取るみたいな。この人を送り迎えすると見せかけて助けに行きましょうか。見つかってんのこれ。見つかってる、見つかってる、見つかってる。まず、まず、チェーンソー疲れた、まず。まずはここで行きましょう。このまま、ボロタイム行きますんで。ゴロタイムつつむつつあ、ちょっと待って。デッドハード使うかどうか迷っちゃった。あ、私の大切なライト落としとった。しもた、しもた。ボロタイムがね、弱体化したんですよ。で、すごく短くなって、もうこの、ご覧の通り。ご覧の速さ。うん。で、あとね、経験値アップできる石、ずっと一緒だったかな、あれが、経験値アップが前ほど多くないですね。ありがとう、チルアビレのメガネを。でもそこにいる人をちょっと助けたいな、私も。あれ、これ見られてるね、もしかして。近いな。ありがとう、ありがとう。もしかしてこれさ、向こうナースコール持ってるかもしんないよ。いや、違うか。どうなのか。待って、いや、やっぱそ、ああ、メガネ、サンキューメガネ。さてさて、あ、どうすんの、どうなんだ。違う違う、持たれた、持たれた。今行く、今行く。
今行く。すぐそこだからゲート。すぐそこ。右んとこ。で、私は助け行きますわ。あのメガネね、私治療してくれたから。いやー、ほんと人の皮を被ってますからね。リメイクとかでもね、まあ、ボンキュッボンのジェシカビールも大好きなんだけど、白タンクトップのジェシカビール、あ、先すく、あれなんでジェシカビールの彼氏がね、顔の皮を剥がれて、それをレザーフェイスがね来てね、彼氏みたいな顔をするんですよ。それでジェシカビールを見つめるみたいなシーンがあるんだけど、なかなかに狂気じみてる。追いかけられてるのか。オッケーゴール。いやー、よかった、レザーフェイスの動画撮れたぞこれ結構いいチェイスかませたな。うん、で近々ね、なんか救出するときにね、ちょっとミスったやつがあって、無理くり救出の悪い例として、なんかね、いい動画が撮れたんで、それを参考にね、助けるときもなんかこう、ちょっとしたコツみたいな話をできたらなと思いますね。実は今無料期間らしいんですよね。うん、なのでそのゲームのね、うん、なんかプレイ人口が増えてるみたいですね。まあ、そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。3万5000点も稼げてますよこれ、あれのおかげでね。パーク一生ずっと一緒なのおかげで2万3000が3万5000ですよ。いいね、レアドちゃん。まあ、そんなわけでお疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。